今回は第31代天皇の、陽明天皇について解説するぜ。一体どんな人物かしら。名前は立花の豊姫のすめらみことであり、陽明天皇の父は欽明天皇で、皇后は異母兄弟の穴穂部の橋人の姫巫女だぜ。兄弟婚なのね。現代ではまずいが当時は天皇の血が濃くなり良いことだと認識されていたんだぜ。また、彼の兄弟には推古天皇がおり、子供にはあの聖徳太子がいるんだぜ。教科書で最初の方に習うあの時代なのね。陽明天皇は王朝として初めて、宗教として仏教を認め、神道と仏教を大切にしてバランスの取れた政治を行ったとされるぜ。しかし、即位2年目で、天然痘にかかってしまい、自分の病気を治すために仏教徒になりたいと軍神に話し、廃仏派の物の弟子と、尊仏派の蘇我氏の争いが激化してしまうんだぜ。皇族同士の死者が出るほどの争いになったが、陽明天皇はそのまま崩御してしまうんだぜ。とても国が乱れてしまったのね。彼は春日向山古墳に埋葬されたんだぜ。